イワン・アレクセイエビチ・シェフェルは、ロシア・キーロフ出身の男性元、フィギュアスケートアイスダンス選手。2009年ロステレコム杯イ3位。パートナーは、エカテリーナル・ブレワ。キーロフ州のキーロフに生まれ、5歳の頃にスケートを始めた。1994年に、エカテリーナル・ブレワとカップルを結成し、アイスダンス選手として活動を開始した。2001から2002シーズンから、 ISU ジュニアグランプリに参戦。翌2002から2003シーズンには JGP 一平均で初表彰台の2位となり ISU ジュニアグランプリファイナルへも進出を果たした。2003から2004シーズンには JGP スケートブレッドと JGP バルト杯で連続2位となり2年連続で ISU ジュニアグランプリファイナルに進出。ロシア選手権。 ジュニアクラスでも3位となり、初出場の2004年世界ジュニア選手権では6位入賞を果たした。2004から2005シーズンからシニアクラスに本格移行し、翌2005から2006年シーズンより ISU グランプリシリーズに参戦を果たしたが、2006から2007シーズンの ISU グランプリシリーズは、シェフェル自身が中水炎のために危険を余儀なくされた。 2007から2008シーズン、ロシア選手権で自己最高位の2位となる。2008年欧州選手権では自己最高得点をマークしたものの前年より順位を落とし13位に止まった。2010年、競技生活から引退。現在はコーチとして活動をしている。 http://kiloof.kp.ru コロンススララッッシシュスラッシュオンラインスラッシュニューススラッシュ798549スラッシュ国際スケート連盟によるエカテリーナルブレワイワンシェフェルのバイオグラフィーありがとうございます